先生が本当に入門された頃、先生に基礎を基本を指導されたのは、大山先生とか大山先生と、それからその、あのさっき言った何だっけ、まあ、源一郎先輩、それから石橋先輩で、小坂先輩、はい、あと、なんか資料だと水島健治、ああ、いたね、うん、この方、ご自流ですか。いや、大山先生について目白だっけ、はい、目白で、なんか、うん、その庭で稽古してたって、はい、その水島、じゃあその方ですか、最初に先生が言われた池袋かなんかで一人で先生の、大山先生の庭で稽古を受けてもらったっていうのか、だから道場の中では結構一回も見たこともないし教わったこともない、ただ時たま顔出して鍋やってるのとか、それでなんかちょこちょこ喋って、大山先生も喋って、それでなんか大山先生に入るときに、なんか勤めが不動産会社で、それが終わってからなんか稽古を大山先生につけてもらったとか、そういう話を聞いたけど、実際は僕は知らない。先生の名前が なんでなんでって言われる。いや、僕は指導派持ってない。その前に矢島さん、矢島近くそういう人本の間違いないか、あれですけど、源先輩は源一喜郎っていうわけですかな、はい、結構ね、皆さんがその想像で、あるいは聞いたことだけで、その大山道場を語ってらっしゃるんで、いろんなものがごちゃごちゃになってるんですね。だからそれで、まあ今回いろいろ先生のお聞きして、そういうものをちゃんと整理しておかないと、ありがとうございます。そうですね、みんなね、なんかその途中で大山先生が亡くなっちゃって、その一本の太い線がね、こう奥さんが後ついてそれしっかりやってきたんだけど、娘さんの代で崩れちゃったでしょ、支部がみんな分散しちゃったでしょ、それでおかしくなっちゃったよね。それであと、その例えば、まあ、極真離れた方でね、やっぱり芦原秀行先生みたいに、裁きという自分の善を確立したりしましたけど、当時は喧嘩銃弾って言われてたのが、最近ではあれが安田先生のことで、まあ、そんなにすごい、まあ、喧嘩はしたんだろうけどそうじゃなかったよっていうのを言われてて、また私が小出先生から聞いた、まあ、芦原秀行はあれはその中速での組手が怖くて踏み込むことができなかったんだよっていうふうに言われてた、だからそれですぐ下がるから、じゃあその下がり方を利用して下がった瞬間に前蹴りを入れろっていう指導はずっとして、それが物の物になってきた。で、牢山さんもそうなんですよね。前山さんも中速の組手が嫌いだからっていうんで、こう、まあ嫌いっていうより恐怖を感じてるんだね。本当に恐怖を感じて、俺も恐怖を感じたもん、最初教わった時。だからみんな恐怖を感じて、痛いんだよ、このガーッと前蹴りが入ってくるのはね。当時野蛮だから本当に伸ばすつもり、先輩方来たからね。だから先生が早いところはもう先生がもう実際師範代になるまでは、稽古の仕方っていうのは五十流、そう、その頃稽古のために片輪の稽古もされたんですか。だから順番的にはまあはっきり言って柔軟体勢あるでしょ、はい、それから基本にある、それから移動をやる、それから移動の後約束組手、それから重組手。約束組手はね、やっぱり体のこの動かし方、はい、それから相手の動きっていうのを認識するのにはまあ必要だよね、まあ、それだけのカリキュラムが組まれてるからには相当時間がかかったと思うんですけども、稽古時間っていうのは1回どれくらいだったんですか。やっぱり一番ね、長いのは基本なのかな。いや、全体で1回のクラス。全体で、はい、だから夕方5時から始まって、5時、6時、7時、8時ぐらいになったかな。それで、僕自身がそれをこうやった後、8時から9時、10時ぐらいまで、近くまで、自分の稽古を
やるように。それは一人でやられたんですか？そうそう、一人で。だけどもその時に僕のその練習をやりだしたのを見て、稽古生も一人二人で、まあ、私の動きを見ながら、まあ、練習になられて、うん、で最後にその本論文屋に行くわけですね。最初は行かなかったんだけどそう、最初ね本当に 4,5 人だったから楽だったけどさ、大体1人、そこにあるんですか？大山先生も行ったりとかいない。もう 帰った後10人。最初の頃ですか？最初の頃なんか先生が一緒に行くと、なんかこれ食べなくちゃ、そうそう、誰なんだぞみたいな。最初はもう本当にびっくりした。人間食ったこと思ってなかったから、食ったことないもん、そんなホルモンなんて。その時はもう先生黒木になられてて、まあ、道場の指導するようになったので、ね、うん、でまあ、ねぎらいじゃないですか、うん、そういう形で連れて行かれたりするようになったんですね。そこで初めて人間の食うもんじゃないものを食わされたという本人も書けたんです、それは。いや、本当にびっくりしたよ。腸だからさ、腸なんて食ったことないもん、まあ、あれしかないよ、カルビとか、なんで、ロース、そんなようなもんだよ、食っただから。あれは、まあ、そう、最後なんですけど、まあ、大山道場というと、うん、まあ、先生が基本的に一番最初いますけど、うん、その他に、まあ、黒崎先生、うん、石橋先生、安田先生、荻野本先生、うん、あとは、まあ、その先生と同期の岡田先生ですが、うん、その下の、うん、まあ、小沢一郎とかいろいろこういうます、うん、まあ、ね、だそういう方っていうのは本当にあまり表にも出られないし、大山道場のことが語られてないんですけど、大山道場を語る方っていうのは大体、まあ、大山茂、安彦兄弟、あるいは中村忠志、本当はね、はい、その辺が嬉しくないですか？その後輩が語るべきのものが、大山茂君や安彦、それから中村忠志は海外行って、ね、大山道場で自分はこういう先輩方に習って今日あるっていうことを言わないで、要するに外国だから自分がトップで、この技は、この流派の技は自分がトップだから、極真っていうのを多分ね、大山茂君やその仲間たちははっきり言わなかったんじゃない？だって出てこなかったもん。本の中では中村忠志、うんうん、辞書の中で、うん、まあ、大山先生のことはすごく言ってますね、いろいろ教わった、うん、ただお話聞いてると、その大山先生の名で中村忠志を後継者にしようとして先生だいぶ仕込まれたみたいなんですけど。いや、後継者としての仕込まれたのは俺なんだよ。ああ、じゃなくてその先生以外の人間ということで。あ、後継者、あ、それはね、藤氏だ。ただ中村忠志も一応体が小さいからっていうことで、ここで。あ、それはね、海外、中村忠志は最初から海外行きたい、大山茂君も海外行きたいって言ってたから、本部でのその地位っていうのがあまり、うん、僕は。ただ先生はあれですか、結構指導とかはされしたね。ただそのことに関しては自分の本の中で、あの、まあ、茂氏もそうですけど、先生に指導されたっていうことを全然言及してないんですよ。大山正田先生に指導されたっていう形のことは言及してるんですけど、先生のことってのは全然ない。だからもし私から教わったってことになったら、例えば海外行っての自分のポジションがずっと低くなると思ってるわけ。だから大山先生イコール、あ、直弟子ってことですね。そうそう、そういうこと。だからそういうことを語るような生徒は好ましくないっていうようなことは大山先生に言った。ちゃんとその指導を受けた先輩方の名前を出さないというのはおかしい。で、まあ、大山先生は先生が指導されるようになってからもほとんど稽古のね立ちされてなかったので、実際本当にあれですね、先生が最後の直弟子っていう形で。そうだね、うん、だってそういうふうに言われたんだ。だってだから俺自身は一生懸命お店をほっぽり出して、だから僕がほっぽり出したお店は加藤君がずっとやってたんだからね、俺の代わり。だから残念ながら加藤君も死んじゃったから、娘さんから手紙来たけど、俺まだね読んでらんないんでね、なんか泣けてきちゃうんだよな。もう
弟みたいな感覚で、あの加藤はやってた。加藤はね、強くないけど、いろんな事務的なものを忠実にあのやっててくれたからね。だから俺が破門になった時も、もう大反対やったんだね、あの加藤とか、ね、そのお店をね、親の店をその助けるためにあの役と戦ったのに、なんで破門にするんだって、もう加藤一人が反対したけど、でも俺加藤行った時にね、あの極真はあの財団法人取るために親の先生が今一生懸命やって、俺や黒崎先輩みたいなのはいたんじゃダメなんだって、そういう説明を俺ね結構したんだよね。